ウリアノフスク民間航空士博物館は、ロシア連邦、ウリアノフスク州、ウリアノフスクに位置する航空博物館、ウリアノフスク航空博物館とも呼ばれる。戦前からソビエト連邦の崩壊までの間に、ソビエト連邦で開発された航空機が民間機、軍用機を問わず数多く展示されている。同じく、ロシア国内に位置するモニノ空軍博物館とは異なり、 民間機、旅客機の展示数が多いのが特徴である。展示機のうちツマイナス114、ツマイナス144、ツマイナス104などの機内は、コクピットも含めて公開されている。なお、展示機のツマイナス114は、機体記号 CCCP-76490 として、ソ連時代のアエルフロートで運用されていた機体であり、1960年代には、 日本航空との共同運航に伴って、JAL の鶴丸ロゴが描かれた状態で、日本に飛来していたものである。ウリアノフスクバラタイフカ空港のターミナルを出て、市街地方面の北に向かう一本堂の左側にある。バラタイフカ空港は、モスクワと結ばれており、フライトの所要時間は、約1時間半である。展示されている機体の一覧は公式サイトを参照の、こと。 ありがとうございます。